今日も一日みんなで見て笑って、そして美味しいものを食べて楽しんでいきたいと思います。それではこれより大熊町ふるさと祭りを始めさせていただきます。平成25年度の大熊町ふるさと祭りが関係者皆様のご尽力によりまして開催されましたこと、心から御礼を申し上げます。ご承知のように12月10日から占領の工程によりまして3つの区域に分かれました。占領の比較的低いですね、中屋敷地区とか、あるいは大河原地区はただいま除染をやりまして、できるだけ帰れるような環境を作ると、そういう中で取り組んでおります。大熊町でやっていた餅つき大会も一つのメインかなと思うんですけど、あと歌手桜まやちゃんとかで、今から始まるんですけど水戸黄門、いろんな方たちのボランティアの方たちが今回参加してきてくれてるんですよね。それで私たちが頼まないというかお願いしなくてもいろいろと、それでこう成り立っている部分が今回は多かったのかなと思いますね。あちらのブースの中大体はボランティアの方が多いんで、すごく助かってますね。いつもそういうような応援によってふるさと祭りというのがここ3年3回開催されてますので、すごくありがたいことだと思ってます。きっかけはその校内でこう普及してって、こう反応がみんなの好評だったんで、それをこの地域の人とか仮設に住んでいる人たちがこう朝忙しくてもこう少しでも味噌汁を飲んで、はい、栄養をとってほしいなということで、はい、今回参加しました。